はい、始まりました。今回は2014年ワールドカップアジア最終予選第3戦オーストラリア代表対、日本代表の試合の解説をしていきたいと思います。はい、でね、昨日行われた、ね、試合ですが、得点は1対1の引き分けでした。イエローカードがね、オーストラリア代表が2枚、それから日本代表が5枚というね、非常に、荒れた試合になったと思いますが、このね、イエローカードが出るということは、接触プレーによるね、ファール、これが多かったということですね。はい、ではまずね、こちらの図をご覧ください。こちらのね、フィールドの図はですね、どこで、接触プレーによるファールが行われたか。これがね、点々によって、示されてますね。そしてこの丸印、この丸印はですね、接触プレーによるファールで、しかもイエローカードが出た場所をね、示しています。で、こちらがね、オーストラリア代表が行ったファールの地点ですね。はい。で、オーストラリア代表はね、こちらからこちらの方に攻めてますが、大体ね、自陣、オーストラリアの自陣で、オーストラリア代表はファールを行ってますね。はい。これはね、かなり日本が押し込んでいたので、そこに対する守備、厳しい守備ということですね。それから、この辺りに集中してますね。これは、オーストラリア代表がクロスボールをね、上げて、そこでね、行った、オフェンスファールですよね。はい。攻撃で、競り合ってですね、危険な接触があったりして、この辺りで、接触によるファールが増えているということですね。はい。それに対して日本代表はこちらですね。日本代表はこちらからこちらの方向に、攻めてます。で、大体ですね、この辺りですね。はい。この辺りということは、日本代表がこちらの方に攻め上がってぐっと押し込んでますから、オーストラリアのロングボールに対してディフェンダーが競り合ってですね、この辺りで、なんとかオーストラリアのロングボールを食い止めようとしてのファール。イエローカードもね、多いですが、これが増えているということですね。ですから、この辺りでは日本代表のディフェンダーが受け持つ、地域ですね。ここで、ファールをすることが起きていると。逆にですね、この辺りですね、オーストラリアが、ロングボールを、クロスボールを入れてきて、日本のディフェンダーが競るんですが、この辺りで、オーストラリアの、フォワードが競ってですね、ギリギリの接触プレーによってファールになるということで、どちらもですね、日本代表の、センターバックの地域ですよね。この辺りで、激しい、ファールが増えているということですね。はい、でまずね、このフィールドの図をご覧ください。この図はですね、青色が、日本代表の選手ですね。それから赤色が、オーストラリア代表の選手だと考えてください。で、日本代表がこちらから、こちらの方に攻めてますね。上の方に攻めてます。はい。で、オーストラリアはね、ロングボール中心で、カウンターを仕掛けていきますので、それに対する守り方ですね。はい。で、日本代表もね、きちんとセオリー通りに、しっかり守っていましたが、オーストラリア代表のね、工夫、それから352のシステムですね。はい。オーストラリアは、この352というね、システムを取ってきましたので、最終ラインを3人にして、中盤を5枚、それからトップが 2人ですね。この352ということをね、よく覚えておいていただきたいんですが、はい。で、まずね、日本の最終ラインは、4人ですが、1人、上がってると考えて、3人で、最終ラインを、カウンター対策にしますね。
オーストラリア代表がこのようにボールを、ハイボールを、ロングボールを蹴ってくるとですね、このように蹴ってくると、日本代表のこの3人のバックスは、蹴られた瞬間にですね、もうね、予備動作をしていて、後ろに下がるんですね。そして誰かがこのボールに追いついて、キーパーにバックパスなどをして、カウンターをね、防ぐということですね。はい。で、昨日のオーストラリア代表のね、ロングボールはですね、非常に考えられた、工夫されたボールでですね、まあ、ロングボールであるんですが、かなり高いボール。しかもですね、まあ、回転がかけられたと思いますが、この辺りで止まるようなボールですね。さらに、ピッチもね、ちょっとピッチコンディションも悪かったので、バウンドがどこ行くかわからないということで、このね、裏へのボールの守備が、処理がね、なかなか、難しいということで、ここにね、プレッシャーをかけられて、ボールをキープされてしまう。ということでね、かなり前半の最初の方は、苦しんだ印象がありますね。はい、止まるボールですのでね、ディフェンスの裏で止まるボールですので、まあ、バウンドしてしまいますので、ふわりとしたボールなので、そこをね、オーストラリア代表のフォワードに、競り勝たれてですね、まあ、キープされてしまうと。で、ゴールキーパーもなかなかね、前に出づらい、という状況でした。これがね、ある程度日本代表のディフェンダーが、慣れるまで、ピッチコンディションとかね、ボールの質とかに慣れるまで、続いた。で、オーストラリアの攻勢が、あったということですね。はい、それでですね、だんだんと時間が経つにつれて、このね、ロングボールのハイボール、止まるようなボールですね、これに対する処理がですね、この日本代表の3バックが、まあ、慣れてきてですね、しっかりできるようになってきたと。そうするともうね、この裏の地域は、怖くないわけですね。はい。で、残るオーストラリアの作戦としてはですね、この2トップに、胸トラップさせるようなボールを送ってですね、前へ向かせて、勝負させるということですね。はい。この二人どちらかがね、まあ、足元にトラップして、まあ、ターンして、シュートまで持っていくということをしたいので、ここに、ね、当てるボールが増えましたね。ロングボールでありますが、ここにしっかりとトラップできるようなボールですね。で、このね、ボールに対してはですね、トラップした直後を狙って、このボランチがね、足を出して、まあ、味方にね、渡してあげる。これで、ボールを奪い取る。あるいは、ボールをトラップした直後に、足を出して、ここに落として、マイボールしてあげると。ということでね、ボールを奪う、ディフェンスですね。オーストラリアの2トップがトラップした直後に、ボールを奪うディフェンス。これがね、日本代表のセオリーなんですが、オーストラリアはですね、この日本代表の、まあ、ボランチの守備ですね。ボールを奪う守備。これをね、やはり研究していたと思いますね。どのようにね、オーストラリア代表は、工夫していたか。こうですね。ここにね、ボールが入ることは、入るんですが、足元にトラップしないんですね。どこに渡すか。ダイレクトで、ワンタッチでここに渡してしまうんですね。はい。こちらから来たボールも、足元にトラップすることなしに、ワンタッチでここに、渡してしまう。ツートップの間で、このように、パス交換のようなね、まあ、ショートパスですが、このことをやって、まあ、状況を把握してですね、ボールをキープしてしまうということですね。まあ、しっかりね、キープしてしまうと、オイソルとね、足元に飛び込めない。ちなみに、この3人のディフェンダーは、裏をケアするために、下がりつつディフェンスしてますので、なかなかね、ここにプレッシャーをかけることは難しいんですね。はい。ですのでね、このように、後ろから来たボールを、足元にトラップせずに、オーストラリア代表の2トップの間でパス交換してしまうと
ということですね。はい。こうなるとですね、カウンターが成功してしまう可能性がね、非常に高まりますので、日本代表もね、これをなんとかしないといけないということですね。はい。そこでですね、日本代表は、このように守りました。はい。後ろからのロングボールで、ツートップに、オーストラリアのツートップに当てるようなカウンター。これはですね、競りに行くんですね。はい。もうトラップ直後とかをね、狙わずに、もう競り勝つように、前に入って、ヘディングでもね、何でもいいですから、もう触らせない。先にね、日本代表のボランチが触って、オーストラリア代表にコントロールをさせないというね、いうことですね。こちらもそうですね。ボランチが先にね、競って触って、まあ、ヘディングでもね、前に入って勝つような感じになって、オーストラリア代表にコントロールさせないということですね。はい。しかしね、この作戦ではですね、ボールを奪うまでに至らなかったですね。弾き返すということはできました。後ろからのロングボールを、触らせないで弾き返すということはね、できましたが、なかなかね、この競り合いの中ですから、ボールをコントロールするとかそういうことが難しいんですね。ですから、まあ、クリアするだけ、前の方にね、前方に、弾き返すだけということですね。はい、この弾き返したね、セカンドボールがなかなかね、日本代表がキープできずに、苦しんだということですね。はい、そこでね、先ほどのオーストラリアの352のシステムが、生きてくるわけですね。この後ろ側からカウンターのロングボールを日本代表のボランチがとりあえず前の方に弾き返すと、そのセカンドボールを拾うのはですね、このオーストラリア代表の中盤の5人なんですね。はい、352の5の部分ですね。最終バックラインをね、3人にしてまでも中盤で5人使っている。このオーストラリアはですね、まあ、この、日本代表のボランチが弾き返したボールを、マイボールにしてしまうと。いうことですね。まあ、このように綺麗にね、5人は横に並んでないですが、人数が多かったことは確かですね。はい。日本代表がここにね、5人つくということは、まず、できないんですからね。まあ、何枚かはね、いますが、まあ、数の上では、オーストラリアが、勝っているということですね。はい。このね、人数差で、弾き返しただけのボールを、オーストラリアがマイボールにしてしまって、ここで、攻撃に参加するということですね。まあ、致命的なカウンターではないですが、一応のカウンターが成功をしているということなんですね。はい、まとめですね。日本代表のファールトラブルがね、かなり増えた理由ですが、これはオーストラリア代表のね、攻めの戦術、攻撃の戦術がですね、かなり研究してきてですね、日本代表の守備を研究してきて、それによってね、起こったと思いましたね。一つはですね、前半序盤のですね、裏へ、日本代表のディフェンダーの裏へ、止まるようなロングのハイボール、これを対応していたということですね。それからもう一つは、オーストラリア代表がツートップで、この連携によって、ワンタッチによって、まあ、トラップが不要になるようなね、そんな、ためを作りましたね。前線で起点を作りましたね。はい、それから、三つ目は、日本のボランチが弾き返したボール、セカンドボールを、オーストラリアのミッドフィールダー5人。これがね、セカンドボール、ルーズボールを、拾ってマイボールにしていた、ということですね。はい、日本代表のね、このイエローカードが増えたのはですね、もちろんアウェーのね、増えということも考えられますが、それだけではなくてですね、オーストラリアのこのように、工夫された、
攻撃の戦術によるものだったと、そういうふうに考えています。